はい、ガッチャンです。ですね、私扱ってるダイエットサプリはモリンガっていう植物を使ってるダイエットサプリなんですけど、まあ実はね、私モリンガってなんだかよく分かんなくて、YouTube で検索してみたら、まあモリンガについて説明してる動画があったんで、まあそれをね、バックサラウンドみたいな感じで流しながら、今日は先にスクワットをやって、スクワットをね、やって、5分間のジャンピングをしていきたいと思います。ちょうどね、6分ぐらいの動画らしいんで、まあこれが終わったら、ぴょんぴょんやっていこうかななんて思ってます。なわけで、スタート。モリンガ、面白い名前ですね。僕も最初は、モモンガって聞き返してしまいました。正式名は、モリンガ・オレイフェラと言います。元気もりもり、モリンガって言うと覚えやすかったです。では、モリンガについて、視聴者の方から質問のお便りが寄せられていますので、お答えしていきたいと思います。最初のお便りです。モリンガって初めて聞く名前です。モリンガはどこで取れるものなんですか？日本にあるのですか？モリンガはまだ日本ではほとんど知られていないと思います。日本に上陸して間もないんです。モリンガはインドの原産で、この植物は亜熱帯地方でなんと育ちません。気温10度で生育が止まり、0度になると枯れてしまうと言われています。日本では自然な環境では育ちにくいんです。世界的にはインド、フィリピン、アフリカなどが主な生産地になっています。次の質問です。世界一の栄養植物って言っていますが、どこがそんなにすごいんですか？どんな栄養があるんですか？よくぞお聞きくださいました。モリンガは別名奇跡の木とか命の木と呼ばれています。そんな大げさなとお思いになるかもしれませんが、それには理由があるのです。さて、ここに取り出したのは健康飲料の代表格、青汁。まずいけど体にとってもいいのはご存知と思います。この青汁、どのくらい栄養素があるかご存知でしょうか？一般的な青汁にはご覧のように16種類もの栄養素が入っています。さすが青汁ですね。一方、モリンガはと言いますと、4回。皆さん信じられますか？モリンガには36種類もの栄養素が入っているのです。さらに青汁の持つ16種類の栄養素だけで比べても、モリンガの方が16種類中11種類も栄養価が高いのです。そして人間の体では作られない必須アミノ酸もたっぷり含んでいます。ちょっと他の食べ物と比べてみましょう。例えばビタミン A ならうなぎが有名ですね。モリンガはうなぎのかば焼きの7倍のビタミン A を含んでいます。ビタミン B1 は豚肉に多く含まれていますが、モリンガは約4倍含んでいます。これには私も豚としてショックを隠しきれません。そして鉄分は牛レバーの7倍、カルシウムは牛乳の約19倍、食物繊維はごぼうの3倍といったように、モリンガ1種類でこんなに多くの栄養素が含まれているのです。さらに驚くことがあります。3回目。皆さんはポリフェノールをご存知ですよね。赤ワインにたくさん入っていることで有名です。これは抗酸化作用があって、老化やあらゆる病気の防止に役立つ成分です。モリンガにはこのポリフェノールがなんと赤ワインの8倍も入っているんです。だから奇跡の木とか命の木と呼ばれているんですね。発展途上国では栄養失調でたくさんの乳幼児が命を落としています。このモリンガをミルクに混ぜて与えることで多くの命を救っているんです。命の木と言われるのは本当のことなんです。モリンガの栄養素についてお分かりいただけたでしょうか？では次のハガキです。モリンガはどのように摂取すればよいのですか？飲みにくくないですか？生育地では市場などで普通に売られていて、野菜のように料理やサラダに入れて食べています。また乾燥した葉をお茶にして飲んでいます。日本では乾燥した葉のパウダーをお茶として飲んだり、料理に入れて栄養補給するのは一般的で簡単です。問題は味ですよね。体にいいけどまずいじゃ飲みたくありません。でも心配しません。はい、では、ぴょんぴょんやっていきたいと思います。
よし。まあモリンガって私が知らなかっただけで、多分健康とかね、ダイエットとか、そういうものに詳しい人は、みんな知ってるのかもしれない。そう。知ってるのかもしれない。うん、で、まあ、そう、ジャンプにしながらしようか。30秒から。5、4、3、2、1、0。そう。まあ、私が知らないだけで、まあ、エクササイズとかね、ダイエットとか、まあ、健康に気をつけてる人とかね、みんな知ってるのかもしれないね。そう。で、まあ、私が使ってるのは、ジージャっていうモリンガが主成分の、サプリを販売している会社です。で、そこのモリンガがなんでいいかっていうのは、まあ、これからね、ちょっとよく、私もよくわかってないので、なんかの機会に、次回でもね、お話したいと思うんですが、まあネットで調べ、まあ要するにだな、多分ね、品質がいいんだよね。しっかり品質が管理されて。まあネットワークビジネスの商品だからね、そう、商品が悪いってことはまずないと思うの。そう、まあちょっと高めの設定であることは間違いないと思うけど。そう、まあそんで、品質のいいものを、まとめて、パックにしてっていうか、なんだ、袋にしたりとか、サプリにして、出て、まあ、あとはダイエットに効くようなものを追加してるのか、まあ、ちょっとそこら辺全然わかんないけどさ、今日ね、朝さ、XM3 を飲むときに、ちょっとね、水を飲む量が少なかったらしく、ちょっとここら辺で疲れちゃったのよ。そう、喉のあたり、ここら辺で。そしたらさ、なんかね、やっぱ、ここで溶けていくの。ちょっと水を、すぐお水飲めなくてさ。そしたらね、ここから、ジュワーってね、すごい勢いで、全身広がっていく感じがすんのよ。そう、もうここはもうポカポカ。そう、ね、まあ一番最初に飲み始めた頃も、全身に回っていくようなものすごいエネルギッシュな感じがするんだけど、なんだろう、今日はね、本当特にそれを感じたな。うん。だからさ、今日は改めてこのダイエットサプリって、まあ、モリンガって、まあ、すげえなと思ったわけよ。まあ、それで改めてモリンガってじゃあ果たしてなんだろうっていうふうな疑問を持って。私はね、ダイエット専攻だったから、そう、モリンガが何だかよくわからないままやってきたけど、まあ、モリンガによって、このダイエットがすごい加速していることも確かでさ、そう、のモリンガがどういうものかっていうのを、ようやく興味持ち始めた。さあ、まあね、さっき言ったみたいに、なんか、亜熱帯酸でね、10度下回るともう枯れちゃうっていう話で、まあ暑いところじゃなきゃ取れないらしいんだけども、そう、ネットで調べるとね、粉末とかも結構売ってんだよね。そう、うん、だからまあ、ジージャーのモリンガが特別すごいのかどうかっていうのはちょっと私わからないんだけどさ、まあこれから勉強するけども、うん、でもね、事実、ものすごい燃焼効果で、別にね、エクササイズしなくても、そう、どんどん体重が減ってる人がいっぱいいるのも事実なのよ。だってさ、これでは、私しか出てきてないけど、これさ、世界中の50人ぐらいの人と共有してやってるわけよ。そう、で、あっちこっちの人がみんなね、体重を追ってきてさ、結果が出てる。そう、体重が、っていうかね、結果が出るのがすごい早い。そういう意味ではね、このモリンガっていうサプリ、モリンガっていうかモリンガのサプリの、は、多分ね、そう、どの商品もすごいんじゃないかな、なんて思ってます。うん。まあ、試してないけどね。そう、まあ、そう、同時にね、ダイエットの勉強も今してるんだけど、そう、ダイエットって、なんかさ、なんか、ぶっちゃけさ、
科学の世界だよね。そう、データをしっかり自分の体重のデータとかいろんなデータを見てたりとかすると、やっぱさ、人の体ってしっかり管理すれば、しっかり体重落ちるんだと思ったもん。もうね、最近は、ダイエットマニアになりかけてるよね。そう、だからね、理想の体型って、しっかり勉強して、それに向かって研究して、データ取って、しっかりやれば、もう誰にもなるんじゃないかな。そう。まあさ、私はさ、そんなに体型で、っていうか、まあ、太ってる以外に、なんか、どっちかと筋肉質でさ、そんなにものすごい、例えば洋なし体型とかさ、お尻だけでっかい子とかね、そう、お腹っぽい出ちゃうとか、まあ、私はお腹出てるかな。出てるけど、そう、その、なんだろう、特殊な体型を治すっていうのはちょっとなんとも言えないけどもさ、体についてる脂肪を落として、本来の自分の、別な感じに持っていくとか、そういうの意味では、ダイエットは本当に、科学だね。さあ、そういう意味では健康って科学なんだね。なんかもっとさ、文系のものだと思ったんだけど、全然違っててさ、そう、これは、ダイエット面白いよ。そんなわけで、今日も5分経ったので、ここで終わりにしたいと思うんですが、皆さんもね、ダイエット見てる人が、これを見てるというよりも、まあ、面白い場面見てる人もいっぱいいると思うんですが、ダイエットは楽しい。そう、ダイエットは楽しい。ダイエットは楽しい。ダイエットは楽しい。いや、これが正しい認識だと思う。うん。ダイエットを楽しいと思えない人は、多分ダイエットのやり方が間違ってる。と思うよ。うん。ダイエットは楽しくないとやっぱ続かないし、やっぱりモチベーションとかテンションとかそういうのを維持するためにね、まあ一人じゃ無理だね。私はさ、もう世界中の人が応援してくれて、世界中の人が、ガチャ頑張ってって言ってくれるから、まあできるけど、一人ぼっちだね。孤独だね。そう、そんなわけで、自分でダイエットしたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひ一緒にやりましょう。これはね、ダイエットって、まあ、急に落とそうと思えば落とせちゃうんだろうけども、本当に望む体型を持っていくには、まあ、急に落としちゃいかんと思うのよ。そう。それもこれもやっぱりね、しっかり知ってる人と一緒にやらないと、まあ、うまくいかないんじゃないかなと思ってます。私も、エクササイズのね、先生についてもらって、食べるものからね、普段の悩みまで聞いてもらってるんですけども、まあ、そういった感じで、本当経験豊富な人と一緒にやれると、まあ、みんなベストな体型に持っていけるんじゃないかな、と思ってます。いや、多分そうでしょう。はい。でですね、一人じゃ無理。そう、みんなでやろうと思います。なので、一緒にやりたいっていう方、ぜひ私までご連絡ください。ガチャでした。よいしょ。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。